北極が磁石の N 極じゃないって本当ですか？おお、よく気づきましたね。そう、 N はノースで北を指すのに、地球の北は磁石の S なんですよ。でも北が N だった時代もありました。それがよくわかる場所が千葉県市原市田淵にあります。この地層は約77年前のもので、見ると赤、黄色、緑の杭が刺さってますよね。赤のところは北極が N だった時の地層で、黄色は N から S に逆転してる時の地層です。で、緑は北が S になった後の地層ですね。この地磁気逆転をよく表している地層が千葉にあるので、約77年前から13万年前の時代はチバニアンと名付けられているんです。日本の地名が由来の時代ってこれだけなんですよ。マジですごい場所です。で、地磁気が逆転する仕組みとか理由とかも気になったんですけど、それはまだ研究中みたいですね。ちなみにオーロラは地磁気に大きく左右される現象で、地磁気が逆転している最中はもしかしたらオーロラが世界中で見れたかもしれないんです。まあ有害な宇宙線も多めに降り注いでいたっぽいですけどね。バラみたいなもんです。